どうも、キウイ全開マズです。おい、いい色カリフラワーラフレシアだったなというわけでですね、今回マズラビの都市伝説シリーズでございますね。というわけでですね、都市伝説の世界的権威ミスター関読んでいます。うふふふ、こんばんは。ナイスシュー、いやー、ミスター関、青、1号だ。レンジャーじゃねえか今回の都市伝説は、使用拡大で健康被害が続出していると言われる合成着色料。しかし、外国では禁止されているのに、日本でなぜか使用されている着色料も存在するので。というわけでですね、今回はその合成着色料について触れていきたいと思います。20世紀初頭、食品着色料と加工食品産業の発展により、アメリカの家庭の食卓には人工着色された商品が数多く並ぶようになったのよ。この時代、食品の見た目を良くすることが重要視され、着色料の使用が急速に広がったのね。色弱なんだよね見えねえのかそしてケチャップ、缶詰、ソーセージ、チーズ、バターなどの日用食品からアイスクリームやキャンディーなどの嗜好品まで幅広く使用されたけども、着色料の使用拡大に伴い健康被害の報告も増加した。白と黒しか見えないってことだよ。トラの目移植したの。あんまいじんなよ特に子供向けの食品や飲料に多く使用されたことで、子供の健康への影響が懸念されたのよ。そして着色料の中には非常に毒性の強いものもあり、本来食品用ではない化学物質が使用されることもあったのね。例えばパンの白さを際立たせるためにチョークの粉を小麦に混ぜるなど、食用に適さない物質の使用も報告されてるのよ。また同化合物を使用して野菜を緑色に保つなどの危険な慣行も行われていたのね。食品の安全性はアメリカだけでなく、ヨーロッパ諸国や日本でも大きな社会問題となり、加工食品の普及に伴い着色料などの合成化学物質の使用が増加したことがその一因と考えられるのよ。そして1906年、アメリカで特に問題されていた菓子類について、着色料を含む有害物質の使用を禁止する純正食品薬品法が成立したので、この法律は着色自体を禁止しなかったものの、パッケージやラベルに着色料などの添加物表示を義務付け、着色料の有害性調査や基準設定を促したのよ。添加物たっぷり蛍光水そして一部の着色料は長期摂取により腸疾患を誘発する可能性があるなど、毒性が認められ、特定の製品での使用に関して注意喚起がなされているのよ。そして国立衛生研究所や日本医薬品添加剤協会などの機関によると、赤色着色料エリスロシン、通称赤色3号は、マウスへ蛍光投与実験で成長阻害が確認され、大量投与で甲状腺腫瘍が発生したという報告もあり、その毒性を指摘する研究が複数存在するのね。赤色3号が化粧品では禁止されているのに食品では使用可能という矛盾には歴史的背景があるのよ。いちご大福とかあれ、血と汗と涙あればできるからね。あれちょっとしょっぱい方がいいんだ人そのものだなそして1950年、米国のハロウィンでオレンジ色の着色料を含むお菓子による大規模な食中毒が発生し、これを受けて1958年に食品添加物修正条項、1960年に着色添加物修正条項が可決されたので、その後赤色3号を化粧品や局所用医薬品に恒久的に使用承認してほしいという要求を受け、承認済みの赤色3号について再調査が行われたのよ。しかしラットへの投与で甲状腺がん発症リスクがわずかに増加する可能性が示されたため、1990年に FDA は化粧品と薬品に関する申請を却下したのね。ドイツやポーランドなど健康意識の高い国では使用が禁止されているけども、日本の厚生労働省はエリスロシンを天然に存在しない添加物に分類しつつも、食品添加物としての使用を認めているのよ。日本では主に焼き菓子、漬物などの発酵食品、練り製品に使用されているのね。エリスロシンは耐熱性、耐還元性、タンパク質への粘着性があるため、使い勝手がいいとされているのよ。毒性が認められているにもかかわらず、日本の食卓には普通に並べられているのが現状なのね。うんち黒くなっちゃった黒飲むの